なんだあれ、パン？長いうんち。なんだろう、なんだろうか。雪の中に角のようなものが落ちている。角？わあ、なんじゃ。誰だ、誰だお前。俺は今難しいことを考えている。本当に俺は正しかったのか。お前どう思う？知らん。何が？あ、すまん。知らない人に聞いても仕方ないよな。うん？ところでお前誰？あれ？っていうかここどこだっけ？なんだこれ。これ拾えはしないのか。じゃあ先進もう。出たな。まあ、こう行くじゃん。こう行って、こう行って、こう行って、こう行くじゃん。で、こっち渡って、で、こう行くじゃん。で、こっち渡って、こう行って、で、こっち。こう行くじゃん。あ、ここ戻ってきてるじゃん。こう、あ、もう戻ろう、一回。俺戻る。で、こっち行くじゃん。で、こっち行くじゃん。で、こっち行くじゃん。行けないじゃん。はぁ？何これ？超むずいんですけど。あ、行けた。あれ？行けてない。こっちか。で、こうで、こうか。なんかある。何これ？おぉ、またモグラか。びっくりしたわ。敵が出てくるのかと思った。ちゃっかりモグラ映ってんじゃねえか。バイバイ。これ何これ？雪の中に小さな手袋が落ちている。うわあ。誰だお前。パパどこ？あの、僕のパパどこにいるか知らない？パパがどうしたの？パパと喧嘩して離れ離れになっちゃって、そして気がついたらこんなところにいて、僕のパパどこにいるか知らない？楽園。楽園？それってどこにあるの？僕はそこにたどり着けるの？また会えるよね？君も楽園に向かってるの？じゃあ僕も連れてってよ。どうやって？連れてけるんだったら連れてってあげてもいいけど、雪だるまだからあれかな、上にさらに積めばいいんじゃない？いなくなっちゃった。思い出でか。え、なにこいつ、猿？猿がいる。ん？そこに誰かいるってのかい？いますけど、まあ誰だって構いやしねえさ。なんだったらおめえさんもう温泉入っていきねえ。溶けちまうぜ。こんなに気持ちいいもんはそうないぞ。え、入ってみる？いいの入っちゃって。ちょ、入るってやってみよう。お、やめとくか。しかし体中が恐怖を覚え、これ以上温泉に近づくことができない。それは正しい判断だ。なに？体が拒否してこれ以上近づけねえだ？べらぼめい。おいらの若い頃はもっとこう。くどくど。最近の若いの。年寄りの長い説教か。だいたいこんなもんは根性で。くどくど。まあしかしだ。熱い湯が苦手ってんならしょうがねえ。おいらも無理強いするつもりはねえしな。おいらは今の若者にも理解があるつもりだ。まったく今はあれだ。ちょっと説教するとやれパワハラだなんだって。おいらその辺ちゃんと分かってんだ。だからまあおめえさんは熱い湯が苦手だろうが気にすることはねえ。人それぞれってやつだからな。え、終わり？あ、終わりか。じゃあな。なんだ？なんか奥になんか太ったリスみたいなのが見えるけど、その前にこう手前になんかあるな。雪の中に風呂桶が落ちている。
うわなんだこれ、めちゃくちゃじゃね。ああ、ちゃんとしてた。あれ君いつからそこにいたのだ。おここどこだ、教えろ。僕にもわからないのだ。ひどい目にあって気づいたらここにいたのだ。ひどい目って何？何があったの？実は、思い出すのも恐ろしいのだ。とても僕の口からは言えないのだ。ともかくそれで気づいたらここにいたのだ。何の説明にもなってねえな。まあ考えたってわからないものはしょうがないのだ。でも、もっと違う生き方もあったかもしれないのだ。ああ、死んじまったってことなのか。次じゃあレスに話しかけよう。こんばんはおじちゃん。おじちゃんもひまわりの種欲しいの？ほっぺたに詰め込んでんのかさては。ひまわりの種？あ、違ったか。しばらく前におじちゃんに似た感じのおじちゃんが、おじちゃんだらけだな。ひまわりの種を欲しがってたから一つあげたんだ。なんだかすごく急いでたみたいだったよ。今頃何してるのかな。思い出してみればなかなかダンディーなおじちゃんだったな。もし会うことがあったらよろしく伝えておいてね。え、俺にもひまわりの種ちょうだい。ん？おじちゃんもひまわりの種欲しいの？お、欲しい。あ、違ったか。いや、近くないんだけど、ダメだ、くんね。くそ。もういい、もういい、もういい。はいはい。バイバイ。知ったかたったたーん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 。おお、なんかゴリラみたいなのがいるぞ。やべえとこ来ちまったな。まあいいや、行ってみよう。まず直進でいいんじゃない？ダメだな。戻りますか。あ、こっち行けんじゃん。こうで結局一緒か。おお、これじゃ一緒？一緒だな。こうは？よう、ゴリラ。迷った迷ったんかい。君は？俺はゴリラだ。兄弟で旅行してたんだが道に迷ってな。兄弟と離れ離れになるし、こんな寒いとこ来たことないし、うん、まあそのうちなんとかなるか。いや動けや俺たち兄弟はいつだってこのパワーで困難を切り抜けてきたんだ。パワー？そうだ、俺たちの自慢のパワー。ちょっと見てろ。お、ふんがー。お、これでコース変えてくれんのか。どうだ、俺のパワーはすごいだろう。よくわかんなかったけど、また見たくなったら声をかけてくれ。え、なんか割ったの？何度でも披露してやろう。あ、石のこの、え、なんかいけるようになったんじゃないの。なんかなんだ、うん？なんか変わった？コース。コース変わった？ダメだ、いけない。ちょっと。あ、いけた、いけた、やった、イエーイ、バイバイ、もういいやお、ヒントを使わずにこのステージをクリアしたね。おめでとう。記念にこの写真をあげるね。おう、フンガーゴリラ。あ、ウサギもいる。へえ。よし、次行こう。お、家来た。久々の人間だ。ん？子供かな。ん？あ、戻ってきたの？え、誰？あれ、違う私の雪だるまじゃない。お、鋭いな。またパパが作ったのかな。パパったら余計なことなんだ、逆恨みしてる。はあ、
こんなこと雪だるまに話してもしょうがないけど、私初めて今年雪だるまを作ったの。パパと一緒にね。でもある朝起きたら急にいなくなってたの。パパやみんなは溶けたんだろって言うけど、まだ全然寒かったのに溶けるなんておかしいでしょ。まあこの主人公の雪だるまクリスと同様に歩いてどっか行っちゃったんじゃない、楽園目指して。だから私はもう雪だるまなんて作らない。ああまあ確かにな、急にいなくなられたらちょっとさすがにな。作るんじゃなかったわ雪だるまなんて。めっちゃご機嫌斜めやんけ。人間が住む家だ、先を急ごうぜ。お、ひまわりだ。ひまわり？雪の中にひまわりが咲いている。あ、でもさっきさ、ひまわりの種、なんかおじさんがなんか欲しがってたとか言ってたから、まさか咲かせたのか。わあ。誰だお前。おや、あなたは。ふむ、どうやら私とは違うようですね。おそらくこの場所は溶けてしまった雪だるまがたどり着く場所。なるほど。しかし、もしかしたらあなたはまだその時を迎えてはいないのではないですか。どうやってここへ。不思議な力で。何の説明にもなってねえけど。なるほど。そのようなことが。私は役目を果たせなかった。だけどあなたはまだ間に合う。手遅れになる前に、早く。え？俺の役目ってなんかあんの？まあ確かに作ってくれた少年のところはもう飛び出してきちゃったけど。まあいっか。知ったかたったたーん、知ったかたったたったーの、知ったかたのたーん、知ったかたったたーん。だいぶ北に来たかな。ダジャレ。